昨日の優秀レースを制している郡司に立て足好調の成清です。さらに4本目のラインは78番手近畿勢、新人の南に近畿の重鎮村上がマークする。この近畿ライン道中は3番の池田が最高峰、短期で流れを見ます。池田は昨日の二次予選も岡山勢と分かれて短期仕掛けた横山ラインの好意を追いながら縦に仕掛けて3着でした。2対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 1細かく分かれました。第11レースです。3連単は7番1番2番の組み合わせ、難関勢プラス村上の組み合わせが 17.8 倍と一番人気です。第3週間に入って5番の高橋、9番山内、愛知両者、そして徳島両者は山形、室井、いずれのラインも昨日連携しています。そして7番の郡司には1番の成清、6番南に2番の村上です。早くもその南が上がっていって、村上、道中は池田も続いていきます。難関勢がアウトコースから近畿勢を追いかけて、前段愛知勢は車を下げました。そして一旦インを切るのが難関勢、南を抑えた郡司、内から盛り返した6番南と2番の村上、突っ張りました。ジャン周回1センター2コーナーです。よって郡司が今度は 3,4 番手、難関勢成木を連れていい位置を取りました。3番の池田が5番手、そして愛知勢が 6,7 番手、下がった徳島勢が8、9番手になります。徐々に孵化していく、加速していく6番の南、初連携は2番の村上、近畿の真後ろに難関勢、昨日の優秀戦制している郡司がいます。そして5番の高橋山の6番手、その郡司がまくり上げようとしますが、2番の村上が細かく牽制バックストレッチ、内から3番池田、外からは愛知勢もまくり返し、さあ3コーナー、まだここは援護している2番の村上、南が逃げて2センター4コーナー、2番村上、後ろから7番の郡司がこじ開けて直線、先頭は南、南粘る、後ろから村上1着で降臨か。外からは7番郡司が積み寄って、まずは2番の村上、南マーク抜け出したか。リプレル振り返ります。初の記念の準決勝、6番の南しっかりと自分の力を出し切りました。そして2番の村上も好アシスト、7番の郡司、外を5番の高橋が仕掛けて、内からは3番池田で直線でした。南粘って2番村上、そして7番の郡司が追い込んで、ゴール線はまず村上が駆け抜けています。7番の郡司、そして南が粘っているかどうか、スーパースローでご覧いただきます。村上が抜け出して、そして郡司が2着、南が成清の追撃を制して3着に入ったか。初の記念、初の決勝か。決定をお待ちください。11レースの模様でした。11レース準決勝をご覧いただきました。ここは南選手、果敢に主導権取りましたね。それでは放送です。決定、1着2番、2着7番、3着6番。お客様に第11レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番2連勝複式25220円、枠番2連勝単式25360円、車番2連勝複式2番7番500円、車番2連勝単式2番7番870円、3連勝複式2番6番7番850円、3連勝単式2番7番6番2940円、ワイド2番7番170円、2番6番210円、6番7番520円。以上でございました。11レース準決勝、1着2番村上義弘、2着7番郡司康平、3着6番南淳。払い戻し金2車単2番7番870円、3連単2番7番6番2940円。